高市さなが自民党の中心で目指しているものとは何でしょうか彼女は保守派を結集し、自らの陣営を拡大させています。かつて敵対関係にあった石破派の一部からも支持を取り込み、その影響力はさらに強まっています。しかし、この動きは一方で自民党内に大きな分裂と混乱を引き起こしているのも事実です。 党内では石橋ゲルトの対立が激化し、党の結束が揺らいでいます。さらに、彼女の夫である山本拓司が無所属で出馬を決意したことも注目されています。彼の行動は高市派の勢力拡大を後押しし、保守派の結束を一層強固にする可能性がありますが、その一方で党内からの反発も少なくありません。 こうした党内の混乱が続く中で、彼女がどのように支持を拡大し、総理大臣への道を切り開いていくのか、多くの関心が集まっています。この動画では、高市さなえの総理大臣誕生へのシナリオ、その背後にある激しい党内構想、そして山本拓氏の動きに焦点を当てていきます。それでは、高市さなえ氏が自民党内でどのように存在感を強め、 総理大臣誕生の可能性を現実のものにしつつあるかを見ていきましょう。高市氏は長年にわたり自民党内でその卓越した政治手腕を発揮してきましたが、近年では特にその影響力が拡大しています。彼女は伝統的な保守的スタンスを貫く一方、現代社会が抱える課題に的確に対応する姿勢を見せており、 その柔軟性が幅広い支持を得る理由の一つとなっています。特に彼女の外交政策に対する明確なビジョンは日本の国際的な立場を強化する可能性を示唆しています。強硬な安全保障政策を支持しながらも経済的な結びつきを活用した戦略的パートナーシップの強化にも積極的に取り組んでいます。このアプローチにより 彼女は単なる保守層だけでなく、経済界や国際問題に関心を持つ層からも支持を集めているのです。さらに、高市氏のリーダーシップの特徴は、必要に応じて敵対する陣営とも協調する柔軟さにあります。この柔軟性こそが、彼女が多くの支持を集め、リーダーとしての地位を確立している要因の一つです。 彼女は衆議院選挙で石破派や他の反対勢力と対立しつつも、巧みに政治的な妥協点を乱し、戦略的な協力関係を築くことに成功しました。このような手腕は政治家としての成熟度を示すものであり、今後も彼女が多くの支持を集めていく要因となるでしょう。高市氏が目指す新しい日本像は、 保守主義に根差しながらも変革を恐れない姿勢が特徴です。彼女は経済成長と防衛力強化という二つの柱を軸に日本が直面する課題に対して強いリーダーシップを発揮するとしています。その言葉からは自信と責任感が感じられ彼女のビジョンを実現するための準備が整っていることが伝わってきます。さらに 高市氏の特徴的な一面として、性別や年齢にとらわれないリーダーシップが挙げられます。女性でありながら、男性主導の政治の世界で確固たる地位を築いてきた彼女の姿勢は、多くの若い世代や女性たちにとって希望となっています。また、高市氏が掲げる、日本を守るというテーマは、特に若い世代に響くメッセージであり、 これまで政治に関心が薄かった層にも訴求力を持っています。彼女の冷静で的確な判断力も今後の政治において重要な役割を果たすでしょう。現代の複雑な社会情勢においては直感や感情に流されることなく冷静に判断できるリーダーが求められています。特に外交や経済政策においては冷静な視点から状況を見極め、 適切な対応を取ることが不可欠です。その点で、高市氏のリーダーシップは非常に信頼性が高いと言えます。このように、高市さなえ氏は自身の政治哲学を堅持しつつも、時代の変化に応じた柔軟な対応を見せているのです。彼女の政治手腕やリーダーシップは、今後の日本の政治において欠かせない存在となるでしょう。次に、 山本拓氏の出馬と保守派の動きについて見ていきます。高市さない氏の夫である山本拓氏が今回の衆議院選挙に出馬することが明らかになりました。山本氏は長年にわたって政治の世界で活躍してきた人物で、かつて農林水産副大臣や自民党政調戦略会議第二部会長を務め、保守派内でも重要な立場を占めてきました。しかし、 2021年の衆議院選挙では比例代表で立候補したものの、惜しくも議席を獲得できませんでした。この挫折を経て、今回無所属で再挑戦する決意を固めた彼の姿勢は注目されています。山本氏が掲げるテーマの一つは、保守陣営の再統合です。彼の出馬の背景には、 自民党内で進行する内部対立や分裂が影響していると考えられます。山本氏は地元、福井で自民党内の混乱を収集し、保守派の一体化を目指す姿勢を強調しています。彼のコメントでも、福井の自民党議員が公認を失った事態に対して、保守派の受け皿を作ることが重要だ、と述べています。この決断は、 単なる個人の政治的野望ではなく、保守陣営全体の再編と再構築を目指す重要なステップと言えるでしょう。山本氏の出馬にあたっては、高市さなえ氏との強い連携も期待されています。二人は夫婦としてだけでなく、政治的なパートナーとして共に歩んできました。共通の保守思想を共有する二人が力を合わせれば、山本氏が当選した場合、 高市氏の陣営はさらに強固な支持基盤を築くことが予想されます。このように山本氏の出馬は単なる選挙戦にとどまらず、保守派全体の勢力拡大を目指す大きな動きの一環として捉えるべきです。さらに、彼のこれまでの政治活動を振り返ると、山本氏が地域の声に耳を傾け、地元の課題解決に真摯に取り組んできた姿勢は高く評価されています。 農林水産分野での経験を活かし、地方経済の振興や農業政策において具体的な成果を上げてきました。福井の選挙区では彼の地道な活動が多くの支持者から信頼を得ており、今回の無所属での挑戦もその信頼を背景にしています。さらに山本氏が掲げる政策の中で注目すべきは地域社会の強化です。彼は 中央集権的な政治ではなく、地方が自立して発展するための仕組みづくりを重視しています。特に、地方の産業や経済基盤を強化することで、若者の流出を防ぎ、地域の活力を取り戻すことが重要だと訴えています。このような考え方は、都市部偏調の現代政治において非常に重要であり、地方創生の観点からも広く支持を集めるでしょう。 一方、彼の無所属での出馬は、自民党内での微妙な立場を浮き彫りにしています。かつて自民党の主要ポストを歴任した彼が、なぜ今無所属で戦うのか。この点については、彼の信念と覚悟が垣間見えます。党の公認に頼ることなく、自身の力で選挙に挑む姿勢は、有権者に対して彼の政治家としての真摯さを感じさせるものです。 山本氏は、党内の派閥争いや内部対立に巻き込まれることなく、自分の信念に基づいて行動していると言えるでしょう。このように、山本拓氏の出馬は単なる一候補者の挑戦にとどまらず、保守派全体の再編資源を目指す大きな動きと捉えられます。さらに、高市氏との連携を強化し、保守派の結束を図ることで、 彼らが日本の政治に与える影響は今後ますます大きくなることが予想されます。石破派との対立と自民党内の分裂について、自民党内で繰り広げられている対立の中でも、高市さない氏が直面している石破茂氏との競り合いは特に注目すべき動きです。この対立は単なる個人的な争いにとどまらず、 党内全体に波紋を広げる大きな分裂を象徴しています。石破派と高市派の間には政策やリーダーシップの根本的な違いがあり、その対立が党内の分裂を深める原因となっています。石破氏はかつて党内で強い支持を得ていた人物で、今も彼の周囲には一定の支持者が残っています。しかし、 近年では彼の影響力が次第に衰えつつあることが指摘されています。石橋が推進してきた政策は、しばしば高市氏の掲げる保守的な価値観と相入れないものです。特に外交や安全保障の分野での意見の食い違いが顕著であり、この対立が党内にさらなる亀裂を生む原因となっています。こうした状況の中で、高市氏は自身の主張を強化し、 保守派の支持を拡大しています。高市氏のリーダーシップは、石破派のような反対勢力を抑え、党の結束を再構築するための重要な鍵となっています。一方、石破氏は高市氏の急進的な保守主義に対し、懸念を表明しています。石破派の支持者たちは、高市氏の政策が過度に保守的で、多様な意見を無視しているとして、 当内の結束を乱す要因だと批判しています。また、現代日本が直面する複雑な課題に対して、もっと中道的で柔軟な対応が必要だと主張しています。特に外交や経済政策の分野では、高市市のアプローチが日本の国際的な立場を孤立させる恐れがあるとの懸念が、一部の党員から上がっています。しかし、こうした反対意見にもかかわらず、 高市氏の支持基盤は、ますます強固になっています。彼女は石破派の攻撃に対して一歩も引かず、批判を跳ね返しながら政策をさらに前進させています。高市氏の強いリーダーシップと明確なビジョンは、支持者たちにとって大きな魅力となっており、保守派の中で彼女の存在感を一層高めています。しかし、 この対立が党内に深刻な分裂を引き起こしていることも否めません。石破派と高市派の対立がエスカレートすることで、党全体の結束が損なわれ、次の選挙に向けた戦略にも悪影響を及ぼしています。党内の一部では、こうした分裂が将来的にさらに大きな問題を引き起こすのではないかという懸念が広がっています。 自民党が一枚岩としての強さを取り戻すためには、両者の対立が早急に解消されることが求められています。石破派の弱体化と高市派の影響力拡大。石破派の弱体化が進む一方で、高市派は党内でその影響力を拡大し続けています。この勢力拡大は、今後の自民党内の勢力図を大きく変える可能性を秘めています。 高市氏がリーダーシップを発揮し続ける限り、彼女の周囲にはさらに多くの支持者が集まることでしょう。今後の焦点は、石破派がこの流れにどのように対応するかにあります。こうして、自民党内では高市派と石破派の対立が激化し、党の未来を左右する大きな動きが続いています。高市氏はこの逆風にも負けず、 党内の保守派をまとめ上げるリーダーとしての役割を果たしており、その存在感はますます大きくなっています。高市さなえ氏の総裁選での支持拡大。続いて、高市さなえ氏が自民党総裁選でどのように保守派の支持を得ているかについてです。高市氏はその独自のリーダーシップを発揮し、 長年培ってきた信念と行動力が多くの支持者に影響を与えています。彼女の掲げる政策は、保守的な価値観を守りながらも現代日本の課題に対応する内容で、多くの支持者にとって魅力的です。高市氏はまた、安倍晋三元首相の意思を継ぐ存在としても評価されており、これが彼女の支持基盤の強化に寄与しています。高市氏の経済、 防衛政策とリーダーシップ。彼女の政策の中でも特に注目されているのが、経済政策と防衛政策です。高市氏は経済成長を維持するため、大胆な財政出動を提唱しています。その財源確保策として、建設国債の発行や特別会計の活用を視野に入れています。防衛政策についても、彼女は明確なビジョンを持ち、 日本の安全保障を強化するための具体的な手段を提示しています。これらの政策は保守派の多くから支持され、特に国防を重視する層には強い共感を呼んでいます。さらに、高市氏が示す国を守るための強いリーダーシップは、多くの若手議員や党員にとって、将来の自民党の指導者像として映っています。派閥争いが激化する中で、 彼女のぶれない姿勢が信頼を集め、党内での存在感を高めています。対立勢力への冷静な対応。高市氏は対立勢力に対しても冷静に対応する能力を持ち合わせています。総裁選においても、党内の異なる立場の議員たちとの交渉を巧みに進め、必要な場面では妥協を見せつつも、 自身の基本的な価値観を曲げることなく政策を推進しています。高市氏は単なる政治家ではなく、保守派にとって彼らの価値観や理念を体現する存在であり、党内でのリーダーとしての期待が高まっています。彼女の強いリーダーシップの下で、保守派の結束はさらに強固なものになるでしょう。このようなバランスの取れた政治姿勢が、 彼女を支持する人々にとって非常に信頼できるリーダーだと感じさせる要因です。一方で、彼女が築いている支持基盤は、党内の保守派だけにとどまらず、一般の国民層にも広がっています。高市氏は、その明確なビジョンと政策実行に向けた具体的な計画を提示することで、一般国民からの支持も獲得しています。 彼女が掲げる政策は特に地方や中小企業の経済活性化に焦点を当てており、これにより地方の支持も得られると見られています。保守派の結束を強めるためには、リーダーの揺るぎない信念と行動力が必要です。その点において、高市氏は十分に期待に依られています。彼女の政策は保守派の理念と一致しているだけでなく、 その実行力においても信頼を寄せられています。特に彼女が示す日本の未来を守るための強いリーダーシップは、党内以外からも広く支持されています。次の選挙でもその影響力は拡大することが予想されます。総裁選に向けて高市氏がどのように保守派の支持を固めていくかは、今後の日本政治において非常に重要なポイントとなるでしょう。 彼女のリーダーシップは単なる党内の争いにとどまらず、日本全体に対して大きな影響を与える可能性を秘めています。また、高市氏は自民党内の問題点を鋭く指摘しています。特に、石橋が総裁に就任して以来、党内の混乱を強く批判しており、党内の政策決定プロセスや防衛増税に関する曖昧な対応が焦点となっています。 彼女は、党全体が守るべきルールや秩序が石場政権下で崩壊したことを厳しく追求しており、その発言には自らが直面している政治的な困難と戦い続ける姿が見えます。この批判の中でも特に際立っているのが、防衛増税に関する彼女の主張です。高市氏は、なぜ党として一貫して反対の立場を取らなかったのかという点に疑問を提しつつ、 党内での政策調整がいかに歪んでいたかを指摘しています。これに対して、石橋はその矛盾に対する十分な説明をせず、自らの利益を優先していたとされています。防衛問題は日本の安全保障に直結する重要なテーマであり、この政策のブレは党内外で大きな波紋を呼び、高市氏はこの点を特に強調しています。 彼女の発言は単なる党内批判にとどまらず、石破政権がいかにして党内の信頼を失い、さらには国民からの支持をも損ねたかにまで及びます。裏金問題への対応や選挙に関する決断の曖昧さは、その象徴的な事例です。石破氏が総裁就任後に衆議院解散を明言し、その後の党内調整が急ピッチで進んだにもかかわらず、 行動が全く一貫性を欠いていたことが問題視されています。このため、自民党は党内の信頼を大きく損ない、支持率にも影響が出ているのです。また、石破政権下での政策対応のブレに対し、高市氏は一切の妥協を許さず、自らの政策を貫こうとしています。 彼女が示した防衛増税に対する反対姿勢や裏金問題に対する厳格な対応は、党内での立場をより明確にする一方で、敵対勢力との衝突を引き起こしています。この点についても、高市氏は自らのリーダーシップの強さを際立たせながら、党内の分裂に対して毅然とした態度を取り続けています。彼女の暴露は単なる政治的駆け引きではなく、 党の内部事情を露呈し、石破政権の問題点を浮き彫りにしています。彼女が次の総理大臣候補として期待される一方で、このような内部の暴露が自民党全体に与える影響は大きく、石破氏との対立がさらに激化する可能性も高いでしょう。こうした背景を踏まえると、高市氏の発言が自民党内外に与えた影響は計り知れません。今回の動画では、 高市さな氏が自民党内でどのように勢力を拡大し、石破派との対立が激化している状況、さらに山本太郎氏の出馬が保守派に与える影響について取り上げました。高市氏のリーダーシップは多くの保守派にとって魅力的であり、彼女が総理大臣としての未来を現実のものにする可能性が高まっています。私自身、高市氏の強いリーダーシップと明確なビジョンは、 今後の日本に必要不可欠な要素だと感じています。特に、支持を集めながらも冷静に敵対勢力とも接触を行う彼女の政治姿勢は、党内外から多くの注目を集めているのではないでしょうか。一方で、石橋との対立が続く中で自民党内が分裂し続ける可能性もあります。この状況が次の選挙や政局にどのように影響を与えるのかは、 まだ予測が難しいところです。しかし、保守派の結束が高市氏の下でどのようになり立ち、進化していくのかは非常に興味深いポイントだと言えます。皆さんは今回の動画を見て、どのような感想を持ちましたか高市氏が総理大臣になるべきだと思いますかそれとも石橋の勢力が重要だと考えますか ぜひコメント欄で皆さんの意見をお聞かせください。あなたの意見がこの議論をさらに深めてくれるはずです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。